深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。皆様こんばんは。日曜日の深夜いかがお過ごしでしょうか。カトレアミュージックのお時間がやってまいりました。この番組は昭和平成の時代に愛されてきたカトレアミュージックが装い新たに令和の時代にお届けするレパートが発信する音楽情報番組です。お相手をさせていただくのは私ミスターデパートと私広報レディー、そして番組プロデューサーの原田実です。原田さん、広報レディー、そして私ミスターデパートという謎のメンバーでお届けするこの番組、リスナーの皆さんも謎は謎のままお楽しみいただきたいと思います。さて、やはりですね、お家にいる時間が非常に長くなっているということでですね、はい、いろんなメールをいただいております。はい、ありがとうございます、ね、だからもうメールなんで、前にいただいたものなんで若干今とは違うかもしれませんけれどもちょっとご紹介していきたいと思います。状況がね、本当に変わってますんでね。もう状況刻々と変わってますからね。言い訳から入りますね。言い訳を入りました、あるあるきさん、毎週楽しみに聞いております。先日メールを読んでいただきました、あるあるきです。読んでいただき、1、視聴者の意見に耳を止めていただき感謝しております。メール送ってからのとびきりエブリデイは週末の夜中にクスッと笑わせていただける内容が続き、さらにマスクで喋りづらい状況での広報レディの表現力最高です。バレてますね。マスクをつけて喋っているということはバレちゃってるんですね。まあこういう時期ですからね、なかなか思うように営業ができない状況ですが、いつか通常通り営業開始できた時には買い物に行きます。ありがたいですね。ありがたいですね、はい。その日までみんなで頑張っていきましょう、ね、頑張りましょう、ね、もう本当にね、営業できてるかもしれませんけどね、今ね。そうですよね、はい、ありがとうございます。さてさて、もう5月も終わりということなんですが、これから暑くなってきますね。もうすでに暑いですよ。もう暑いですか、はい、何か今年の夏ありますか、やりたいこと。バーベキュー。バーベキューがしたいですか。これやっぱりあのオンラインバーベキューっていうのをね。そうそう、オンラインバーベキューもいいですよね。オンラインバーベキュー、なんかね、そんな話をね、そんなことを言うとね、明るくなりますもん、気持ちが。だけど自分で肉焼いて食うっていう、そういう話でしょう。そうですよね。じゃあ今日もね、明るくいきましょう。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りします。入院したいのエレベーターガールです。毎度ご聴取いただきましてありがとうございます。カトレアミュージック。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート、広報レディ原田実、作 H ノブ。第35回ミスターデパートの未来旅行。私の名前はミスターデパート、カトレアデパートの偉い人である。どれくらい偉いかというと、とにかく偉いのである。さて、私は今非常に困惑している。カトレアデパートの屋上には、実は一般の方が入れない場所に従業員用の神社がある。私は今そこに商売繁盛の祈願をお参りしに来ているのだが。だからたまには違うお願いも祈ってみろと言っとるんじゃ。見知らぬおじいさんにわけのわからないことを言われているのである。見知らぬおじいさんにわけのわからないことを言われているんじゃないわい。人の心を読まないでください。そもそもあなたはどなたなんですか。どうやってここに。だからさっきから言っておろうが、神じゃよ神。このデパートの
み。いや、ですから神と言われてもですね。なんじゃお前、神の存在も信じてないのにわざわざ神社に来てお祈りをするのか。怖っ。怖いのはこっちですよ。神と言われてすぐに信じられるわけないじゃないですか。頭固いの。お前の部下の候補レディはすぐに信じたのに。レディと面識があるんですか。いや、しかしあの子は頭柔らかかったな。ほぼ溶けてますからね。で、まあそんなことはどうでもいいんですよ。わかりました。あなたが神というか人ならざるものであるというのであれば、何か証拠を見せてください。おー、なんちゅうバチ当たりなやつじゃ。神に向かって証拠を見せるとは。しかしまあ、人の上にいる立場の人間としてはその慎重さは大事よ。褒めて使わず余計なお世話です。証拠ね。証拠証拠、どうしよっかな。よし、こうしよう。おのし、ちょっくら未来を覗いてきてみ。未来。はい、行くよ。むにゃむにゃペンペン、むにゃむにゃぽいぽい。わあ。気がつくと私は見覚えのあるようなないような不思議な場所に立っていた。そこは見慣れたカトレアデパートの入り口だったが、そこにいる人たちの服装はユニークで、さらに目を疑うことには車輪のついたロボットたちが所狭しと駆け巡っているのである。私は本当に未来にやってきたのか。お客様、何かお手伝いが必要でしょうか。案内所にいた AI ロボットが私に話しかけてくる。どう話し返せばいいのか分からず立ち尽くしていると。とりあえずコーヒーでもしばきたいの。え、あなたは。コーヒーをお楽しみいただける場所は地下3階4階5階にございます。一番静かにコーヒーが飲めるところはどこじゃろうかの。ただいまの時間ですと3階のカフェがお客様の数が少なくなっております。それじゃあそこに行こうか。ちょっと待ってください。何？ここは本当に未来のカトレアデパートなんですか。そうだよ。こんなにロボットが行き交う店になるんですね。何何？寂しいのかい？いや、寂しいというわけではありませんが、しかしそうか、案内所なんかは AI でもこと足りるんですね。寂しいというわけではありませんがと言いつつ、めちゃくちゃ寂しそうだぞ。そりゃ案内所というのはデパートの顔なんです。時代の流れといえばそれまでかもしれませんが、それがロボットにとって変わられるというのは、やはり少し寂しいですね。そうでもないんですよ。え？確かに私たちはお客様の求める情報を瞬時に導き出すことができますが、私たちにも弱点があります。弱点？例えば私たちはお客様の心を読むことができません。心を読む？はい、これはお客様のようにロボットに接客されることを寂しがるお客様向けにプログラムされたエピソードですが、例えばどんなに優秀な AI を搭載したロボットでもコメディアンになるのは難しいとされています。コメディアン？はい、簡単な会話で人間を笑わせるということなら学習して可能ですが、実際に舞台に立ち目の前の人々のリアクションを見ながら言い方やテンポを変えたりということは
AI には不可能です。ああ、笑いは人間に許された最後の砦ということかの。デパートでの業務もそうです。私たち AI は日々いろいろなことを学習していますが、一つの課題を克服するのに大量のデータを必要とするため、ユニークな課題に直面したとき判断ができなくなることがあります。それじゃあ案内所として機能しないじゃないか。小さなお子様連れのお客様へ頼まれなくてもベビーカーを貸し出したり、ご年配のお客様から駐車場の場所を尋ねられた時に重い荷物を車までお持ちしたり、お客様とお話しする中で隠れたご不満を感じたら該当部署へ伝達したり、そういう頼まれたこと以上のことに気づけるロボットはいないのか？いません。いませんって、それじゃ困るよ。カトレアデパートはお客様に物さえ買ってもらえればいいっていう店じゃないんだ。その通りです。ですので案内所には必ず人間のスタッフが常駐しています。え？あ、本当だ。あんまりにもロボットにびっくりして目に入らなかったけど、ちゃんと人間のスタッフもいるんだね。はい、何より案内所のスタッフの笑顔こそがデパートの顔そのものですから。ロボットにそういうことを言われるとなんだかおかしいね。おいおい、和んでるところ悪いけど、コーヒーのこと忘れとらんか？え、ちょっと待ってくださいよ。こんな機会なかなかないんだから、もう少しロボットと喋らせてくださいよ。というか、神のくせにコーヒー飲むって何ですか？お主も完璧にわしのこと信じとるじゃないか。そりゃここまでされたら信じますよ。なんだ、コーヒーでもしばきながらわしの偉大さをもっとプレゼンしようと思ったのに、もう信じちまったのか。だったらもうこんなところにいなくていいよね。いや、実は人を一人未来に送り込むのってものすごい力を使うのよ。神様サービスしすぎちゃった。よし、帰ろう帰ろう。ちょっと待ってください。待たないよ。むにゃむにゃポンポンへへのへい。ここはさっきの屋上だ。帰ってきたのか。やっぱり我が家が一番よね。よし、それでは本題に戻ろう。商売繁盛の祈願はもう飽きたから、他の願いを聞かせてみなさい。チープなのはやめてよ。お主のオリジナリティを見せてちょうだい。神様、神様、お願いです。私がさっきしたミスをなかったことにしてください。では、ミスターデパート、こんなとこでどうされました？この子だけだよ。いろんな願いでわしを楽しませてくれるのは。え、何ですか？どなたですか？私はあなたなんて存じませんけど。ほら見てみ、しらばっくれ方にも気合が入っとるからな。そのミスの話は神様よりも私が聞いた方が良さそうだね。あ、いえいえ、そんなミスターデパートのお耳に入れるようなことじゃないですから。神様、神様助けてください。そうだ、またあの時みたいに時間止めてくださいよ。神様は今日はもう疲れた。営業終了です。そんな、神様。ラジオドラマとびきりエブリデイ、出演ミスターデパート役ミスターデパート、 AI ロボット役と広報レディ役広報レディ、第35回ミスターデパートの未来旅行でした。
ことラジオドラマとびきりエブリデイお聞きいただきました。運営主体のエレベーターガールです。次はカトレアミュージックヒストリーへ参ります。カトレアミュージック、カトレアミュージックヒストリー。このコーナーは歴史あるカトレアミュージックを振り返りながら、その頃の日本はどんなだったかということを話していきましょうというコーナーなんですが、今日は1978年のお話をお願いしたいなと思います。1978年ですね。さて、1978年にカトレアミュージックにご出演いただいたのは渡辺真知子さん、はい、迷い道ですよね、カモメが飛んだ日とか、あ、知ってます、はい、それから加藤登紀子さん、ビューティーペア、ビューティーペア ね, ね, えあのね、女子プロレスの懐かしいですね、はい、そしてアンディさん、坪井のりおさん、こういう方が、ね、出ていただいてますけれどもね。ミスター、1978年どんな時代だったですか。はい、1月にですね、はい、人気音楽番組ザ・ベスト10放送開始ということで、これ長く続きましたよね、はい、これみんな見てたんじゃないですかね。あの、僕すごく思い出があるのは、名古屋駅の新幹線の乗る手前から松田聖子さんが歌歌って、新幹線に乗りながら歌歌って、生放送ですよ、生中継、すごいでしょ。当時って本当にあの、ね、とんでもない生中継って結構いっぱいありましたよね、やってました、この番組の中にはね。この番組も最高の番組でしたよ ね, ね。今ではそんなに冒険しないですもんね、うん、これ TBS ですからね、 CBC 系列というかですね、はい、そんな番組でした。そして何がありましたと、ですね、うん、この年あのタケノコ族って流行ってるんですね、原宿のダンス踊る人たちね、はいはいはい、タケノコみたいな踊りをする集団ですよね。違いますね、それ違うの、うん、タケノコ族っていう、なんでタケノコ族って言ったんでしょうね。タケノコばっかり食べてたんですか。いやいや、これね、原宿にブティックタケノコっていうのがこの年にできた、ああいうファッションを売ってるお店ができたっていう。そうらしいですね、はい。この頃流行歌としては流行った歌何がありましたっけ。プレイバックパート2、山口百恵さん、これは今でもカラオケで歌いますね。五代後のガンダーラ、あー、浅野さん亡くなりましたよね。浅野さんね、僕何度かお仕事ご一緒したことありますけれどもね、はい。運営主体のエレベーターガールです。次は広報ガールへ参ります。アトレアミュージック、広報ガールふざけてますね。ふざけましたね。はい、はい。今本番だったんですか。本番です。すごいな。もうなんかね、もう広報がある。今ちょっとほら、気に入っちゃいました。あの、休んでたじゃないですか。だからもうね、はい、言いたくて仕方ないんでしょうね。ステイホームでエネルギーが溜まっちゃったタイプですね、うん。ステイホームでね、溜まってるでしょ、エネルギーが。そうですね。バーベキューやりたいですね。これはまずいよ ね, ね。リモートバーベキューですか ね, すね。あ、今度やりましょう、3人でリモートバーベキュー。全然楽しくなさそう。あ、そうですか、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、全国の大丸と松坂屋では、日付変わって本日6月1日から主に食品売り場で提供しているビニールのオリジナルレジ袋とオリジナル食品用紙袋を有料化させていただきます。レジ袋は M サイズが税込み3円、 L サイズが5円、食品用紙袋は M サイズが15円、 L サイズが20円とさせていただきます。なるほど、これはあのやっぱりミスあれですね、環境に、環境問題ですね、うん、あの海洋プラスチックゴミ、ね、そう本当そうですよね。そうなんです、これらの袋はいずれも昨年より環境に配慮した素材へと順次切り替えて参った次第なんですけれども、うん、今年7月1日の法改正によるレジ袋有料化義務化を機に、お客様とともにレジ袋の削減に取り組むことがさらなる環境問題解決へとつながると考えまして、明日より有料での提供を始めます。レジ袋の有料化はすでにスーパーではおなじみかと思いますが、7月からはコンビニやドラッグストアでも有料化が義務付けられるため、マイバッグを持ち歩くことがこれからは普通になってくるのではないでしょうか。松坂屋で販売するおしゃれで持ち運びやすいマイバッグを今後このコーナーでもご紹介していきたいと思いますので、ぜひご期待ください。あの、松坂屋さんでマイバッグを買って、そこに自分でまた刺繍をするとか、なんかね、シールをつけるとか、あのマスクでも皆さんこう自分でマスクを作り始めたじゃないですか、そういうあの個性をね、環境のためにやっていって、
なんか楽しいことをするっていいことですよね、とてもね。そうですよね、うん、あのコロナ対策 の、うん、あの新しい生活の様式っていうことで、うんね、皆さんマスク作ったりいろいろ作られてましたけど、うん、やっぱりあのこの環境問題っていうのも、うん、やっぱり地球のためには避けて通れない話なので、ね、そうですよね、あのぜひマイバッグあの進めていきたいなと思ってますので、ね、よろしくお願いいたします、はい、いいことだと思います。本日はオリジナルレジ袋、オリジナル食品袋の有料化についてお知らせをお話しいただきました。ありがとうございました。ウィンシュタインのエレベーターガールです。皆様本日はお聞きいただきまして誠にありがとうございます。またのご聴取をお待ちいたしております。アトレアミュージック。さてそろそろお別れの時間になってきました。今日もたくさんのメール来ていますのでご紹介したいと思います。カステラ評論家さん、いつもありがとうございます。5月11日の放送のオープニングトークを聞いて思い出したことがあります。2006年頃の企画で終わらない明日という CBC の年始番組だけのために作られた CM がありました。これも公募された家族写真を用いたと思います。その時の、ナレーション、さすがに記録がおぼろげなのですが、松坂は何年もの間さまざまな家族を見つめてきたというような趣旨の内容だったと思いますというようなですねメールをいただいておりますけれども、これは実は私とミスターで作ったコマーシャルです。そうなんですか。私演出しました。私の目の前にいるこの2人が、2人が、ね、1回きりなんてもったいないですね。音楽が、サムシングエルスに頼んでね、そうなんです。声が太くなっちゃいました。まあそういう CM でした。あの曲はねラジオで放送できるんですかね。できると思います。今度じゃあ聞いてみます。はい、はい、こういうふうにですねいろんなメールいただくと我々の力になります。はい、この番組ではお便りを募集しています。おはがきの方は郵便番号460-8405 CBC ラジオ大人のカトレアミュージック宛て、メールは CBC ラジオのホームページからお送りいただけます。時間の許す限りご紹介いたします。それでは次の日曜深夜0時半にお会いしましょう。お相手はミスターデパートと広報レディと、原田稔でした。じゃあいきますよ、せーの。生活と文化を結ぶ松坂屋、おやすみなさい。ここで松坂屋名古屋店からのお知らせです。営業に関する詳しい情報は松坂屋名古屋店ホームページをご覧ください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。深夜です。松坂屋です。大人のカトレアミュージックです。この番組は松坂屋名古屋店の提供でお送りしました。